考えよう。はい、宿屋8。ああ、でもそんなもんで休ませてくれるんだ。まあいいや。薬草とかいっぱい物資溜め込んでね、買い込んできたんで。階段さっき確認できたけど、こっちはなんもねえな。なんもなさそうだね。人面鳥、怖っ。怖っ。マヌーサ、これが嫌なのよね。当たらねえんだよな、ほんとにこれ。うわぁ、これ。ダメ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 。ダメ。これダメ。これはいかん。これはいかんよ。いやいやいや、逃がしてくれよ。逃がしてくれよ。うーわ、これ。うーわ、これ。OK。あのね、キリないからね、あいつと戯れてると。キリないから。さっさとね、もう、バトルを切り上げてしまう。えい。確かね、そんなに何階、何階までってか、フロアがね、高い塔ではなかった気がする。あの、昔の記憶ね。昔の記憶っていうか、何年前に僕リメイク版クリアしたかな ?2 年ぐらい前か。かな、多分。その時の記憶がね、もうだいぶ抜けてしまってるけどね。よいしょ。ああ、なんもない。何もありません。まあ、何もないっていうのが分かっただけでもよし。オッケー。階段がある。もう行っちゃおうか。あとでどうせまた、あれだよね。探索してもいいしね。もうここは鍵が、ほんと、なんていうか大事っていうか、そういうダンジョンなんで、まあそれは分かってるんで、ボスもいないし、それは分かってることなんで、ぐいぐい進んでもいいかもしれない。くぅ、一歩、うわ、人面鳥いるな。先に人面鳥確実に叩くか。そうするか。そうしましょうか。OK。よし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 。ここはね、倒しきりたいね。倒しきりたいっすよ。OK。それでも、後ろ二人が結構きつい。OK。よし、行こう。こっちで合ってんのか?うわー、来たな。お前ら来たな。いや、毒なったらちょっとまずい。うーわ!最悪だ!最悪だ、これ。言ってるそばから。マジ最悪だ。くそー。しかも二人もかよ。マジ最悪だ。ドロップしろ、ドロップしろ。うーわー。これどうする。進むも地獄。進むも地獄、戻るも地獄ですよ、これ。うわー、これ。うわー、どうする、これ。ちょっと HP 常に確認だな、これ。うわー、これ。どうだ。うわ、また!
またかよ。ちょっと待って。ちょっと待って、これ。結構ね、さっき4とか食らってたんだよね。3。うーわー、地獄だ。地獄だ、これ。くそー。マジか。地獄だ。えいー。ああ、そっか、キアリーか。キアリー覚えればいいのか。うーわ、これ。まあ、せめてもの救いは本当に薬草を買い込んできたって感じだけど、でもその薬草ももう使い切っちゃうぜ、これ。うわぁ、これ薬草と毒消しを持ってこなきゃダメか。完全に忘れてたな。完全に忘れてた。いやー、どうすか、これ。いやー、キメラ持ってないのよ。キメラ。あ、持ってないのよなー。くわー、これ、先進んで、キアリー覚えるのにかけるか。それとも戻って、戻って毒消しを取りに行くかだよな、これな。うわー、これ。いや、撤退しよう。撤退だ。撤退します。ダメダメダメ。これはね、これはいかん。これはいかんよ。どういうルートがいいんだろう。レーベの方、このまま上の方に抜けてレーベの方に戻った方が近いのか、それとも洞窟通って洞窟通ってどっちいいんだろうね。レーベに向かった方がいいのかな。これ結構この選択がね、左右しそうな気がする。左行って洞窟抜けてアリアハンに戻るか、北行ってレーベの方に、北行こうか。北行こう。いや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 、もう、大変よ、これ。こんな苦労したかね。リメイク版やったとき。どうだったかな、覚えてねえな。あんまり自分の動画って見直さないからね。まあ時間あったら、ちょっとリメイク版どうやってたか見に行ってみようかな、自分で。こんな苦労しなかった気がするけどな。どうだったかな。ちょっとたまに HP。これはあれじゃないか。古くから僕の配信見てくださってる方はご存知だと思うんだけど、昔使ってた必殺技を使うしかないんじゃないか、これは。エンカウントを無効化してしまう必殺技。あるんですよ、そういうのが。本当のね、僕のね、昔の配信を見てくださってる方ならわかると思うんだけど、そういうね、必殺技があるんですよ。あ、違う違う違う。とりあえず主人公の MP をちょっと使っとこう。これで階段抜ければ、よいしょ、 OK。 ここまで来れば敵もそんな強くないから大丈夫。よいしょ、 OK。 あー、ぶねー、危ねえ。高えな、毒消しもまたこれ。
これさ、薬草と毒消し持っていくじゃないですか。もうそれだけで持ち戻らんがね、かなり圧迫されますよ、これ。いやー、これ大変だな。まあだからそうこうしてるうちにね、キアリー覚えてくれりゃいいんだけど、なかなか覚えてくれないっすね。じゃあさ、毒消し2つずつ持たせよう。OK、 2つずつ、ちょっと怖いから。 OK、よし。まあ、キーアリーさえ覚えてくれりゃ、あとはもう、あれだからね、毒消し売ってもいいしね。で、あと薬草、買っとこう。せっかくお金いっぱい貯まったのに。あー、持ちきれねえ。圧迫問題がここに来て。くっそ。いや、もう持てるだけ持ってけ。本当に。よし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 。よし、これで、OK。で、ちょっと MP 消費しちゃってるけども、あれだよね。お金なくなっちゃったけど、このまま行きます。このまま行って、馴染みの塔の宿屋に泊まって回復しよう。そうしよう。今お金ないから。よいしょ。行くぜ。さあ、今度はもうしっかり対策練ったから、もうね、もうやられませんよ。さすがに。あ、ちょっと待て。こうだな。もうやられませんぞ。はい、オッケー。はい、オッケー。さあ、ぐいぐい行きましょう。ぐいぐい行ってね、鍵取ってきて早く寝たいんだよ。早く寝たいのよ。明日も仕事あるんだから。OK。仕事忙しいんだから、本当にもう。はい、OK。で、宿屋あるってのがもう分かった。てるから、薬草じゃな、お呪文一つ覚えたぜ。まさかキアリーじゃねえだろうな。ピオリムってなんだ、素早さアップだったかな。オッケー、まあバフだよね、バフ。オッケー、まあバフは大歓迎ですわ。MP を使っていく。宿屋があるっていうのは分かってるから MP を使っていく。しかし遊びに HP 伸びないね、これね。ちょっとホイミ乱用しすぎだかな。いや、いいよね、大丈夫だよね。えい、オッケー。さて。リベンジするぜ。ちょっと宿屋泊まろう。はい、もう計算通りですよ。オッケー。よし、行こう。鍵よこせ、こら。いいよっと。さっき下行ったから、ちょっとこっち行ってみる？こっちってなんか宝箱的な、なんか、わあ、お前はいい。いやー、逃がしてくれよ、もう。いいから。うわあ、これ。うーわ、これ、もう。よし。あいつらと遊んでる時間がない。あ、こっちにも階段がある。
ああ、こういうこと？革の帽子。ああ、はあ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 。あれ、主人公は装備士だっけ？革の盾か。いやもう主人公優先でいいよね、これね。基本的に。死んだらやり直しだから、これ。モテないってか？モテないってか？金星もモテないってか？うわぁ、これ。来ましたよ、この圧迫問題。圧迫問題がね、来ちゃいましたよ。もう早くもう1回目の配信で。OK。行くぜ。で、左も行けるな。左の方も行けるけど。これはどうしようか。こういう感じでいいのかな？うまく倒せるかな？あー、いいっすね、いいっすね。いい感じ、いい感じ。イメージ通り。よーっしゃ。よっと。あー、いいね。これは？何かな？40ゴールド。オッケー。いや、お金、ちょっと序盤はあれだね。お金、助かるね。助かる。終わり食いが来る。こうするか。とりあえず一体落とせ。オッケー。よしよしよし。いや、やっぱ後ろ二人は、ちょっとね、まだ装備も甘いから、防御がね、ちょっと薄いけど、まあ、しょうがない。おい、バブル出てこいよ、てめえ。ビビってんのが、バブル。こんな感じでいいかな？あー、ばらけた。ばらけちゃったか。まあいいや。あらー、残した。ダメだ。ちょっと今回は采配がうまくいってないですね。采配がうまくいっていない。よし。ちょっとスイートさんもちょっとこの辺回復早めに、回復早めにね。奥の方だったかな。はい、ロープレの基本ですから、奥が正規ルート。よっと、確かこの辺でバブルがいたんだよな。来たな。もう、怖いものはないぜ。こいつらね、結構ね、経験値持ってるから、しっかりね、叩いといて、経験値がっつりもらいたいね。はい、オッケー。いいね。お金もいっぱい持ってるよ。上下あるが、どうだったか？どうだったっけ？もう忘れたぞ、これ。うーわ、数多いな、ほんとに。こいつらの4対5体とか当たり前に出てくるもんね。網の目をくぐっております。網の目をくぐっております。毒にならない。毒消しそう持ってると毒にならないあるあるですよ。持ってない時ほど毒になる。あ、来た、毒来た。オッケーオッケー。しっかり準備してきてますからね。さあさあ、そうこうしてるうちにちょっと、あれだよ、レベル上がって、キアリー覚えてくれてもいいんだぜ。階段がある。あ、これもうバブルから行った方がいいな。バブルから行け。はい。OK。
いやー、毒は常にやっぱり警戒ですね。この人生縛りにおいて毒は。毒で死んでやり直しとか絶対嫌だよね。絶対嫌だ。お、金星さん、奈良まで来ましたよ。成長は早いんだよね、こいつ。あ、来た来た来た。ようやく寝れる。はい。はい、わしが見たらお前に鍵を渡す夢じゃった。だからお前に突然の鍵を渡そう、受け取ってくれるな。はい、受け取ります。では行くがよい一応よ。わしは夢 の続きを見るとしよう。これ寝たんだっけか。あ、寝てねえじゃん。はい、OK。これ開け、ん?開くのか、調べる。あれ?あ、道具として使えってこと?こういうことか。はい、これで戻るのか。いや、ちょっと待って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 、まだあの探索しきれてないとこあるんだよね。探索しきれてないとこ探索していいかね、いいかね、いいかね。こっちこっちこっち、右の方。うーわー、これまだ多いな。ちょっと人面中いるから逃げますね。人面鳥、いやーこれダメダメダメ、人、うわ、めんどくせえな、これ。人面鳥はね、ちょっと勘弁よ。うわー、逃がしてくんねえな。逃がしておくれ。うわ、逃がしてくれねえな。くっそー。なかなか逃がしてくんないっすね。今まで、この2時間ぐらいちょっと配信して思いましたけど、割と逃がしてくれないっすね。まあ一撃で落とせるか。ただ、戦士は動きが遅いから、どうかなって感じだけど、OK。あ、倒しきれない。倒しきれないか。そうだな。こういう時ね、武道家入りや。うわ。あ、でもまあまあまあ、なんとか。落とせ。落とせ、早く。OK。えい。やっぱロープレの基本は先制だな。先制。先で取れないと話にならんすわ。やっぱ。はい、OK。よし。一歩。マジ。一歩って。くそ。くじけませんよ、私は。ちょっとやそっとじゃくじけませんよ。オッケー。いいね、いいね。こっちは、あー、魔法使い。あ、なんかあの手がね、手がなんかもやーっとしてますけどね。あれなんかあのエネルギー波とか打ちそうな感じの。あー、こっちなんだこれ。あー、こうなってんのか。まあ、特に何もないんすね。くそ、このエンカウントマジ。すげーな、これ。オッケー。いやー。なんとかこれ、完走したいっすね。完走。エンディングまで行きたいね、これね。なんとかね。これ、この、この難易度をね、乗り越えたらね、きっとなんかいいことあるんじゃないかと思えるような作品ですよ、これ。なんだ?うわー、毒なっちゃったけど、まあ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 。
対策はバッチリ。はい、はい、オッケー、よーし。毒消し、オッケー、いいよ。よし、じゃあ鍵くれたじいさんのところのあの階段で戻るか。まあぶっちゃけね、もうね、あの塔から飛び降りてもいいぐらいなんだけど。まあ、あ、宝箱ある。これもしっかり回収していきますよ。来たー、キメラ。これだから置いてくれてるんだよね、多分ね、キメラ。またバブル来た、これ。OK。うわ、毒なった。ちょっと待てよ、毒消しそうもあともう何個もないからね。余裕ないから。どうする?飛び降りてキメラで戻るか?それでもいっちゃいいんだよね。OK、レベルアップ。いや、そろそろまた今度、スイートが、多分レベル上がるだろうから、そこで、キアリー覚えてくれりゃ、すげえ助かんだけど、どうなのよ。どうなのよ、その辺は。よし、ちょっとね、こっちのルートで戻るのかな?あ、飛び降りてくださいってことなのか、これは。だな、これ、下のフロアだもんね。そっか、そっか、そういうことか。いや、待て、修行の一環で歩いて戻るってのもありっちゃありだけどな。お金264。ありますけど、どうしましょうか。歩いて戻りましょう、アリアハンに。あれだ、キメラの翼の、なんだっけ、節約。まあ、ルーラー覚えたら、あと売っちゃえばいいしね。これ、あれだわ、本当にね、いかに、なんだろう、ほんとアイテム欄をうまく有効活用できるかってところですな。あの冒頭、この配信始まるね、一番最初冒頭でも喋りましたけど、リメイク版って袋あるのよね。袋これないからさ、あの持ち物の圧迫がかなり今後頭悩ませることもあるんじゃないかなっていう気がして、そこんとこですよね。まあこれってね、レトロゲーあるあるなんですけどね、よくありがちな、そのレトロゲーでの持ち戻らんの圧迫みたいな。持ち戻らんが少ないんだよね、あのデータ容量的な、あのなんだろう、データ容量的な都合なのかわからんけど、そうなのよな。はい、はい、オッケー、いいね、いいね。よし、まあとりあえずじゃあこれでアリアハン戻って終わって、次回はこの大陸抜け出そうっていうとこから始まるのかな。そうっすね。いやー、ほんとこれ、このエンカウントさ、これ先がこれあれだね、思いやられるね、これね。
あ、間違えた間違えた。A ボタン連打しちゃったもんな。おっと、おっと、逃げたぞ。敵が逃げるっていうことは、レベル的にはもう結構、かなり高いっていうことの証明。いいね。よし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 。さあ、さあさあさあ。早くね、終わってねえよ。早く帰らしてくれ。早く帰らしてくれ、もう。でもね、今んとこね、金星ちゃん、あれだわ、言うこと聞いてくれてるわ。これ、どの辺から言うこと聞かなくなるのかな？レベル。どうなんだろうね。10とかやっぱ超えちゃうと、結構言うこと聞かなくなるのかな？ OK。しかし、主人公あれだね。成長、うわ。嘘でしょ、このエンカウント、マジでこれ。今。一歩ずつよ、一歩ずつ、これ。一歩ずつ。OK。よし。俺、やっぱあの時点でね、キメラの翼で戻ると、240円しかなかったけど、今もう300円超えましたから。やっぱね、この歩いて帰るって大事だね。すぐあれだから、タクシーとかね、乗りたくなるんだけど、タクシーね、乗りたくなるけどさ、たまにはこう歩いて帰るってのも大事なわけよ、これ。OK。よーし、戻ってきました。なんとか。このメンバーは一人も死なずに戻ってこれた。いやいやいや。葬儀屋さんちょっと暇になったかな。OK。エンカウントおかしくね。これがね、これがもうオリジナル版のファミコン版のエンカウントですよ。これが。リメイク版にはない鬼エンカウント。いや、リメイク版もね、いいんだけどね。楽しいんですけど、やっぱりね、この厳しい条件をね、乗り越えて完走したいね、これね。さあ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 、じゃあセーブして終わりましょう。お、主人公もちょっとレベル上がる。オッケー。まあ一応灰にしとくか。よっしゃ、じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。次回は、ね、じゃあ、レーベの町行って、なんやかんややって、この大陸抜け出すところから始まるのかな。そうかな。そうしよう。よし、で、ちょっとまだ、いつね、何曜日配信しますとか、何時からやりますってのは決まってないんだけど、まあ、随時ね、ツイッターで連絡していきますんで、もしよかったらね、ツイッターフォローまだの方いらっしゃいましたら、ツイッターのフォローお願いします。そんな感じかな。はい。まあ、週に2、3回。少なくとも2回、多くて3回みたいな感じで配信やっていきますんで、このドラクエ3の人生縛りね、もしよかったら、最後まで、お付き合いいただければなと思います。よっしゃ。じゃあ、今回はここまでにしておきます。ご視聴、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。